どうもショータイムゴルフです。1万以内で中古で買ってどれだけスコアを出せるかっていう。ナイスショー、うまっ。300。ああ、まあでもうまい。はい、え、ティーなし。適当だな、本当に。183ヤード、6番。これは距離的にはちょうどいい感じですか？ちょっとやっぱり。ちょっと軽め？うん。飛んじゃうかな。はい。ちょっと右に乗ったと思います。ナイス。加減して打つからね。乗れば最高でしょ。7番ジージースイング、これは乗せたい。あー、でかい。せ、でかでかい。オーバー、オーバー。ね、なんでそんなフルスイングしたの？いや、わかんない。7番であんなでかいの？7番で。フォローとはいえもう200超えてるよ。赤ひろの2打目。下ってますね、すごい。うまい。うまい。やったー。初パー来た。初パー来た、マジで。初パーじゃないでしょ。初パー。さっきパーじゃん。あ、そっかそっかそっか。ナイスパー。いやー。いいね。アプローチがキーかもしれない、これ。いいね。やっぱりこのキャロウェイのウェッジがいいのかもしれないです。バウンス16もありますけど。はい。ショートさんのバーディーパット。25フィートぐらい。おーおーおー、いやー、ラインが違う。まあ普通のパッターだったら OK だけど、ちょっとやっぱ自分のじゃないから。いや、これ緊張するわ。いや、俺もさっきのワンフット緊張、ワンフィーター緊張しましたよ。どこ行くか分かんないんだよ、これ。ナイス。ありがとう。ナイスパー。簡単にパー取ってきますね、やっぱり。調子いい、めっちゃ調子いい。太平洋って勝っちゃうよね。ほんとね。今試合やってるんですよね。裏でね。裏で。試合出ないで何してんすか。俺もか。何してんだ、2人で。なんでしょうね。明かり調整できるのいいっすね。うん。高いもんだって、それ。うん、めっちゃいい、カメラ。本当にいいカメラ。帰ってきたらカメラがすごいいいのに変わっててびっくりした。本当にありがたい。感謝しかないですね、うん、視聴者さんに。視聴者プレゼント、視聴者さんからのプレゼント。そう、本当に。だけどなんか今日はずっと後ろのあっちにあるらしい。え、あなた3ウッド持ってます、もしかして。4番で打つとか考えないですか。さすがだわ。いつものティーならドライバーでワンオンできるんですよね。あっちのティーだとちょっとワンオンはきつい。まあアイアンで刻むか、この人みたいに。でも自分のクラブ持ってたらここ絶対ドライバーっすよね、ショートさん。この人どこでも狙う男だからな、本当に。なんかめっちゃ狭く見えるこのホール。スリーウッド。ダスティンフィールド見えたのかな。はい、じゃあダスティンフィールド見せてください。フェアウェイちょっと狭くなってるんですよね。多分動画じゃ分かんないと思いますけど。いや、ダスティンドロー。しかも結構ドロー。大丈夫ですか？はい。アイアンで打つの？だってこれで3番。ドライバー打って56度でいいんじゃない？この3番で250、240ぐらい飛ぶんで。140残るじゃん。140残り、150。あ、そうや。すげえ中途半端な距離になるけど大丈夫。それは後で考える。
なんでハイヤネーさんここ、これ頭いいんだね。ナイスショー。今多分飛んでないんで、うん、多分170ぐらい残ってると思う。あ、このグリップが、うん、他のキャラバンに比べてめっちゃ太いんで、この3番、すごい打ちづらいっていうの。あともうそれぞれもう滑り具合も違うからね、グリップの中古クラブだから、うん、リオミックの、うん、しっとりした感じのグリップなんですけど、これ全部コード入ってる。そうだね、固めなんで、これ全然シャフトも全部バラバラだからね、うん、そこが難しいポイントだよね。今日難しい、176なんで、うん、軽く、うん、7番、はい、止まれ。ここはいい。ナイス。うまくないこれ。ちょっ。いや、うまいね。うまい。距離感ぴったし。ありがとうございます。147。147。52度で。はい。フライヤーすると思うんで。147だったらちょっと軽めっすよね、やっぱり。うん。いや。何ぶりでしょう。え？147？いや、行くでしょ。ワイヤーして、はい、はい、めっちゃ高く上がった。これ逆にショートじゃない？ああ、どうショート、ワイヤーしなかった。うん、めっちゃ高く上がっちゃいましたね。まあまあまあ、どんまいっす。しょうがないよね、フラグないんだから。しょうがないっす。はい、シャフトもね、何のシャフトですか？お世話になってる藤倉です。藤倉、はい、お世話になってるんですか？お世話になってますね。へえ。ちょっと軽すぎますね、これね。あ、これ、まあ 80S です。まあね、フィッティングしてないんだ、それは。やっぱりね、そのうち慣れてくるんじゃないですか、やっぱり。ずっとね、18ホール全部シャフトのせいにしててもかっこ悪いんで、そのうち慣れていかないと。ウェッジが本当は一番重くなきゃいけないんで、どんどん軽くなってくからね。あ、そうか。そうそうだ、どんどん、ダメじゃん。だからといってグリーンを外す言い訳にはなんない。寄らないのはしょうがないとしても、乗せることぐらいはできるのがプロです。あー、うまい。弱いか。ちょっと弱い。やっぱり横からも見ないですもんね、ショート。だいたいわかんじゃん。ナイスパー、オッケー。それはもうオッケー。ちゃんとね、グリーンマークも直して、マナーいいですね。あんま切れないと思う。これはどれぐらいだ、ワンピンぐらい。うわー、惜しい。めっちゃ切れたわ。うん、切れた。あ、どんまいっす。ワンオーバー、オーバー、しょうがないっす。まあ、ワンオーバーなのね。まあまあまあ。またパー5で、パー5でね、取れ、朝バナナに変える。順番逆じゃないですか、それハイボール入れてから朝バナナ。頭おかしいでしょ。遠いよりは短い方がいいですもんね。うん、200ヤードだもんな、だって軽く打つことはできるけど、強く打つのは難しい。407ヤード、パー4。あれいいの？ちょっとやばいかな。うん、完璧。 あれでいいんだ。いや、だって軽く打ちましたもん。230ぐらいしか飛んでないですよ、あれ。ドロー、ここのホールを。え、打ってない。あ、お、ナイス。あ、こっちか。まあ、ナイス、ナイスです。1万円ぐらいすんで、ね、これ棒だけで。棒、うん、高っ。 YouTube お金かかる。半端ない、めっちゃ金かかる。行くまでもお金かかるからね、ゴルフ場に高速。本当に高い。住むとこ遠いから一緒に来れないじゃないですか。あ、もう高い、日本に。189。
189。いや、いいじゃん、いいじゃん。だってちょっと上げてません？でもうん、だってグリーン乗るでしょ。普通に振りゃ行くはずなんですけど。うん、左からじゃない？左から190ぐらい、もうグリーンは届くと思うんだね。あ、やばい、やばい、これやばい。ある？わかんない。落ちてきますか。161、161。じゃあだいぶ軽く出てたんですか。6番だよね。はい。まあ、でも花道も空いてるし、ちょっと上げてますね。でも今日はね、ちょっとどころじゃないか、結構上げてるか。ああ、やばいやばいやばい。あ、うまい。うまくない？うまい。あれでいいわ。全然いい。全然いい。あ、3ダメだ。ちょっと難しいね。止まんないな、これ。ボール内側に入れて、いやー、うまいけどな。しょうがない。うん、上りのフック。うそ、惜しい。ナイスパー。パーっすよね。パー。うまいな。はい、ナイスです。どうも。高い色、パーパット。1メートルぐらい下り。スライス。いいな。惜しい。この距離怖いな。本当に怖い。いや、マジ怖いよね。本当にどこ飛び出していくか分かんないよね。うん、むしろウェッジでパッとした方がいいぐらい。うん、うまい。ボギー。イーブンパーじゃない、俺ワンオーバー。うん、高い色4個。いいんじゃない？あ、ちょい左か。あ、やばい。入った。どこ行った？入ったんじゃない？どこに？ピン、カップに。本当に？